へぇ、あ、このようになってるんだ。今日は電車とバスの博物館に来ていただいてどうもありがとうございました。他にも珍しいものや面白いものがありますからゆっくりとご覧ください。本日はようこそ電車とバスの博物館においでくださいました。それでは車内の装置について順を追ってご説明しましょう。はじめに1番の方向を巻くマット力士しましょう。前と後ろの方向巻きが一緒に動いたのが分かりましたか。そして方向巻きが一段動くと自動的に止まるようになっているんですよ。次に2番のメモリーブザーボタンを押してみましょう。ブザーが鳴って、次は電車とバスの博物館前、博物館前でございます。博物館には電車とバスの博物館前、どんなところに行きますか。